ってことで前回に引き続きゲームボーイのレッドアリーマーやっていきます。例によってまだ前回の動画見てないよって方は先に前回の動画からご覧ください。でまあ前回はバイモンに会ってさまよいの砂漠に暗闇のろうそくを取りに行くところで終わったので、今回は砂漠にろうそく取りに行くところからです。なんかめっちゃ流されてるわね。うん、さまよいの砂漠というだけあってなかなか厄介だな。でまあこんな感じで流されまくりつつエンカウントした敵と戦いながら道を探してたわけなんですが、どうにか暗闇のろうそくがあるところにたどり着きました。ちなみにカットしてますがなかなかたどり着けず結構時間食ってしまったのは内緒です。うんだから言ったら内緒にならんのよ。でまあここからまたアクションパートになるわけですが、このステージはまずこんな風にトゲだらけの縦穴を結構な深さまで降りていく感じでした。これはなかなか緊張感ありそうね。ああ、初見だと下がどうなってるかわからないからなかなか緊張感あると思います。まあでも焦らずホバリングとヘルクライムを使ってゆっくり進めばそこまで難しくはないかと思います。でトゲだらけのところを抜けると今度は水の中に入ります。とりあえず一安心って感じかしらね。そうだな、ここは割とのんびり進めるかな。で水のところを抜けると今度はまたちょっと縦に降りまして、その後左方向に進むことになるんですが、ここからなんか変なのに追い回されることになります。いやぬるっとやられたし。うん、後ろにばっかり気を取られてて前のやつに気が回ってなかったな。まあでも中間ポイントから復活なのでよかったです。水に入る直前から再スタートね。でまあこの後もさっきのやつに追い回されて結構ここでやられました。こいつ倒せないの？どうなんだろうな、もっと先でまた出てきてその時は倒せるようになってるけど現時点だとなんか攻撃効いてないような気がします。そうなのね。まあもっといっぱい攻撃当てまくればこの時点でも倒せたのかもしれないけどその辺は試してないのでわかりません。でまあここで結構な数残機を消費してしまいましたが、どうにかこうにかここも抜けられまして。ボスまでたどり着きました。ちなみにボスでも一度やられたのは内緒です。うんだから言ったら内緒にならんのよ。まあでもここのボスはちゃんと間合いを取って慎重に戦えばそんなに強くはないです。動きは割とゆっくりみたいだしね。ああ、とにかく近づきすぎないようにだけ気をつけてれば割と楽に戦えます。なんか弾も飛ばしてくるけどそれの弾速も遅いので距離さえ保ってればまあそうそう当たることはないかと思います。お、倒せたみたいね。うん、ってことでこれにてここもクリアとなりました。ってことで外に出たら暗闇のろうそくゲットできました。お、なんかパワーアップもしたみたいね。ああ、ここではクロウの魔力をゲットしました。ちなみにクロウがあるとトゲのある壁にも張り付くことができるようになります。へえ、そうなのね。でまあ帰りは勇者も止まったのでまっすぐ村に戻り、再びバイモンに会いに来ました。この部屋から次に進めるのね。ああ、どうやらここが隠し通路になってるようです。でまあここを抜けるとまたフィールドに出まして、この辺からステージ1のボスが普通にエンカウントして出てくるようになりました。マジか、うん、まさかの雑魚降格です。ちなみに今クロウで攻撃しちゃってますがこいつにはクロウは効かないようなので他の魔力じゃないと倒せません。なかなかそれに気づかなかったみたいね。うん、最初やべえめっちゃ強いやんとか思ってました。まあでももしかしたらと思って試しにバスターに変えたらあっさり倒せました。そうですか。でまあこの後は南に向かってマジョリータの住む暗闇の穴とやらにやってきました。ここもアクションパートになってるのね。うん、まあここはショートステージだったのでサクッと終わったけどな。でアクションパートを抜けてマジョリータのところに到着です。でマジョリータに話しかけると祭壇でろうそくを使えと言われたので奥に進んでそれらしきところでろうそくを使います。お、あたりが暗くなったわね。で暗くなったらまたマジョリータに話しかければいいようです。なんか急にマジョリータの位置が変わったわね。うん、追いかけてまた話しかけろってことみたいだな。ってことでこんな感じで伝説の赤い炎とやらの話をひとしきり聞くとまた明るくなりまして祭壇の部屋から出るとなんか敵が待ち構えてました。
で話しかけると赤い炎の秘密を知ってしまったからにはここから出すわけにはいかないとのことです。なんでこんなところにいきなり敵が出てきたのかしら。まあその辺の細かいところは気にしないでおきましょう。でまあここはただの雑魚戦なのでサクッと倒しておきまして、またマジョリータに話しかけます。でなんとここでレッドアリーマー自身が伝説の赤い炎の血を受け継いだものだという驚愕の事実が明らかになります。いやなんか言い方が白々しいんですけど。まあ初プレイじゃないから知ってたしね。でも今のままだとまだ力が足りないとのことで、魔王ルシフェルに会って完全体になりやがれとのことです。いやそれ違う。でまあマジョリータの元を後にして先に進むわけなんですが、暗闇の穴を出るとすぐまた橋があって、そこもこんな感じのショートステージになってました。でまあここもそんなに大変じゃなかったのでサクッと抜けまして、次の村に到着です。ここにルシフェルがいるの？いやここはただの小さい村って感じでした。でまあここでは適当に話聞いたり魂を闇の力に交換したりし、また先に進みます。でこの先はいくつも洞窟があってショートステージになっているんですが、その中の一つだけがルシフェルの城へ続く洞窟となっております。へえそうなのね。ちなみになかなか正解の洞窟が見つけられなくてここで地味に時間かかったのはここだけの話です。いやだから言ったらここだけの話にならんのよ。でまあとにかくそんなこんなでルシフェルの城に到着です。あれね、こいつなんかどっかで見たことある気がするわね。大魔界村のラスボスのルシファーに似てますが同一人物なのかどうかはウプ主にはようわかりませんでした。でなんか戦って勝ったら魔界のろうそくとやらをくれるそうです。なんか奥で待ってるとか言ってどっか行っちゃったわね。うん、すぐさまルシフェルを追いかけようとしたらここからアクションパートになりました。ここが次のステージってことね。でまあもう割と終盤に差し掛かってきたのでこのステージはいろいろと仕掛けも多く結構手強かったです。ここでも結構やられた感じかしらね。まあ何回かはやられたけどがっつりハマったってほどではなかったです。でまあどうにかこうにかルシフェルの元に到着です。お、やっぱ大魔界村のルシファーそっくりね。うん、玉座に座ってるところとかまんまだからやっぱ同一人物だったりするのかな。でまあこいつもやっぱ頭が弱点みたいなんですが、腕が邪魔で最初なかなかうまく攻撃当てられなくてここでも結構やられました。さすがに終盤だけあってボスも一筋縄じゃいかなくなってきた感じね。まあでも何回か戦ってるうちにどうにかコツはつかめたのでコツさえつかんでしまえばって感じでした。いやまあまあギリだったじゃない。カチャえねんカチャ。はいはいわかったわよ。でまあこれでルシフェルに認められて魔界のろうそくとやらをもらうことができました。で魔界のろうそくを手に入れたことによって全ての力が上がり、ダークファイヤーの魔力も身につきました。ついでに残機も一機増えたわね。でまあこの後はルシフェルの城を出るとすぐ橋があるのでそこがまたショートステージになっておりました。お、なんかウィングのゲージのところが無限大マークになってるわね。ああ、ここからはゲージ気にせずいくらでもホバリングできます。まあその分ステージも一気に難しくなる感じですが、足場がだいぶ少なくなってる感じね。うん、いくらずっと飛んでいられるとはいえ A ボタンを押すたびに高度は下がっていくから足場が少ないと緊張感あるぜ。でもまあここは短いのでサクッと渡りきれたけどな。でまあ橋を渡って少し進むといよいよキングブレイガーの松城に到着です。ここが最終ステージってわけね。ああ、ここを抜けたらあとはラスボス戦って感じだな。でここは最終ステージだけあってバスターやクロウなど今まで手に入れた魔力をうまく使い分けつつ進んでく感じのステージになっておりまして、敵の配置も結構やらしいのでなかなかうまく進めませんでした。さすが最終ステージって感じなわけね。ああ、ステージの長さも結構長いのでここは抜けるまでなかなかに時間かかりました。でまあどうにかこうにか道中を抜け奥に進むといよいよキングブレイガーとご対面です。なんか部下になれば魔界遅れてやるとか言われてるわよ。うん、なんかどこかの竜王みたいなこと言ってますが、ここで牌を選択すると力を奪われて初期状態で戦闘開始になってすぐやられることになります。しっかり一度牌にしたわけね。戦わずして魔界が手に入るならそっちの方がええやんけ。いや騙されただけで結局手に入っとらんだな。
でまあ初期状態じゃどうにもならんので、ちゃんと家を選択して今度こそボッコボコにしてやります。逆にボッコボコにされないといいけどね。まあそこはさすがはラスボスさんなので案の定普通に戦っても結構ボコられましたけどね。うん、やっぱり。でもまあ何度も戦ってるうちにパターン覚えてどうにかなったのがこちらです。お、最後はちゃんと倒せたわけね。まあそりゃここまで来て倒せませんでしたじゃ終われないだろ。いやまあそりゃね。でまあこいつもルシフェルと同じで頭が弱点なんですが、やっぱ手が邪魔でなかなか攻撃当てるのが大変です。まあでも攻撃自体はそこまで激しくないみたいだし、こいつも慎重にゆっくり戦えばって感じかしらね。ああ、こいつも直線的に飛ばす弾と誘導弾の2種類の弾で攻撃してくる感じなんですが、誘導弾の方はダークファイヤー当てると消せるので、直線的に飛ばしてくる弾に再起をつけてればあとはまあポチポチと頭に攻撃当ててくだけです。うん、時間はかかりそうだけど倒し方さえわかればそこまで強い相手ってわけでもなさそうね。ああ、倒し方わかるまでちょっと手間取ったけど、一度倒し方覚えてしまえば何度戦っても勝てそうな感じでした。ってことでまあラスボス戦ですがあとは一早送りします。はい、ってことでこれにてキングブレイガー撃破です。うん、時間は結構かかったみたいだけどノーダメで倒せたわけね。うん、ウプヌシ程度の腕でもなれればこんな感じなので、よっぽどアクション苦手な人じゃない限りまあなんとかなるくらいの難易度かと思います。でもだからといってやりごたえがないってほど楽ではない感じよね。ああ、個人的にはちょうどいいくらいの難易度でした。てか楽しいこれ。いや最後の最後で語彙力なくすんじゃないわよ。でまあこの後はキングブレイガーさんが断末魔の叫びを上げて消滅なさいまして。場面が切り替わって魔界王ダークロードのいるキングパレスへと戻ってきたようです。魔界が救われたのはいいけど今度はなんか人間から地上を奪ってこいとか言ってるわよ。うん、まあ人間からしたらこいつら敵だしねー。ってことでこの後はエンディングです。なんか最後ダークロードが美味しいとこ持って行ってる感あるわね。うん、親玉のキングブレイガー倒したのはレッドアリーマーだけど、これだと最終的に魔界に平和をもたらしたのはダークロードって感じちょっとするな。まあ何にせよこれで無事全クリと相なりました。ってことで次回はファミコンのレッドアリーマーにやります。いやそっちも続けてやるんかい？いやね、久々にレッドアリーマーやったら楽しかったもんでやっぱこのままついでに2の方もやっときたいなと。まあ何でもいいですけれども。でまあとりあえず今回はこの辺で終わっておきますが、今回もまた一応エンディングの映像は最後まで流しておきます。エンディングこれで終わりじゃないのね。ああ、この後はボスキャラ紹介的なやつがあります。てなわけで私たちはここらでお先におさらばします。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.